ロックフォードはアメリカ海軍の紹介フリゲート。タコマ級フリゲートの一隻。艦名はイリノイ州ロックフォードにちなむ。ロックフォードは当初 PG-156 として1943年8月28日にカリフォルニア州ウィルミントンのコンソリデーテッドスチール車で寄港した。1943年,19年,19年9月27日にハリエル・クロッツワープ人によって 命名、浸水し、1944年3月6日に、艦長、DH バートレット沿岸警備隊中佐の指揮下、収益した。ロサンゼルス沖での成長後、太平洋艦隊に加わり1944年6月25日に、南西太平洋に向かう。7月2日に、敵潜水艦と遭遇、爆雷による攻撃を行い損傷を与えた。7月7日にも、 敵潜水艦と遭遇し、ヘッジホックによる攻撃を行った。その後、エスピリトサント島を経由して7月23日に、オーストラリアのケアンズに到着した。8月2日に、ロックフォードは、ミルノワンに闘病し、同地を拠点として、ニューギニア沖で、戦団護衛及び対戦紹介任務に従事した。9月23日に、アドミラルティ諸島のマヌス島へ向かう。 ニューギニアに帰還した後10月15日に出港、マヌストを経由して、真珠湾に向かう。途中11月13日に総海底のアーデントと共に敵潜水艦を撃沈する。潜水艦は戦後の調査で以後第12潜水艦であるとされた。ロックフォードは11月17日にサンフランシスコに到着、予定されていた修理作業が行われた。 その後1945年1月4日にアラスカンシーフロンティアで戦団護衛任務につき8月までダッチハーバー、コールドベイ、エイダックで AM-222 グループの水先船として働いた。ロックフォードはレンドリースポーに基づき1945年8月27日にソ連海軍に対応された。ソ連では 護衛艦を意味する EK の略号を付与され EK-20 の名で収益した。ソ連での任務を終えると1949年11月1日に横須賀で返還された。1950年10月23日に大韓民国に対応され、かも緑港として収益、北朝鮮に対する封鎖任務に従事した。その後1952年9月3日に返還され、 予備役のまま保管、1953年5月26日に除籍され、1953年9月30日に標的艦として海没処分された。ロックフォードは第二次世界大戦の先行で2個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。